カテリーナ・ボンダレンコは、ウクライナクリビー・リフ出身の女子プロテニス選手。二人の姉、バレリア・ボンダレンコとアリョーナ・ボンダレンコと共に、三人姉妹のプロテニス選手として活動していた。2008年の全豪オープン女子ダブルスで、カテリーナとアリョーナの姉妹ペアが初優勝を飾り、ウクライナ出身のテニス選手として、史上初の四大大会優勝を達成した。 WTA の自己最高ランキングは、シングルス29位、ダブルス9位。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。ボンダレンコ家の3姉妹は、共にテニスコーチである両親の手ほどきでテニスを始めた。末娘のカテリナは4歳からプレーを始め、2000年に14歳で、プロ入りしたが、しばらくジュニア選手の大会に出場し、2004年ウィンブルドンの、 ジュニア女子シングルス決勝で、アナイバノビッチを6から4、6から7、6から2で破って優勝した。2005年から、女子テニス国別対抗戦、フェドカップのウクライナ代表選手に選出される。2008年前後オープンでは、シングルスは1回戦で、アラバンレザイに敗れたが、姉のアリオーナと組んだダブルスで活躍する。姉妹ペアは準々決勝で、 1> 第1シードのリーゼル・フーバーカーラ・ブラックを6から3、6から2のストレートで破ると、準決勝でスペインペアのビル・ヒニアル・アノ・パスクアルアナベル・メディナ・ガリゲス組に勝ち、決勝戦ではビクトリア・ザレンカシャハー・アピア組に2から6、6から1、6から4の逆転勝利を収めた。カテリナはグランドスラム大会でツアー経歴を通じて、 初めてのタイトルを獲得した。全豪オープン優勝後、カテリナとアリオーナは、全仏オープンでも、女子ダブルスのベスト4に入った。全仏オープン終了直後、カテリナは6月の、エ語ゴンクラシックでシングルス初優勝を果たす。8月の北京五輪で、カテリナとアリオーナは、女子ダブルス準決勝で、ビーナスとセリーナのウィリアムズ姉妹組と顔を合わせ、姉妹ペア対決に6から4。 4から6、1から6で逆転負けしたため、準決勝敗退ペア2組による、銅メダル決定戦に回った。2人は、銅メダル決定戦で、地元中国ペアの定期ヨシアンドオソムラサキ組に2から6、2から6で完敗し、女子ダブルスのメダルを逃した。カテリナは、シングルス1回戦で、エレーナ・デメンチェワに1から6、4から6で敗れた。 2009年の全豪オープンでカテリナは初めてのシングルス3回戦に進出した。1回戦で第9シードのアグニエシュからドアンスカを7から6、4から6、6から1で破って波に乗るが3回戦で定キよシに2から6、2から6のストレートで破れた。半年後の全米オープンでカテリナはウクライナ人選手として 史上初のシングルスベスト8進出を達成した。1回戦で第11シードのアナイバノビッチを2から6、6から3、7から6で破ると、その後も勢いに乗って勝ち進んだ。初進出の準々決勝では、ヤニガビック・マイヤーに5から7、4から6のストレートで破れた。カテリーナは2011年に自身のコーチであるデニス・ボロドコと結婚した。 2012年全米オープンを最後に、公式戦出場から遠ざかり2013年に第一市の長女を出産した。2014年4月からツアーに復帰した。2017年9月の多試験と大会の決勝で、ティメアバボシを6-4、6-4で破り9年ぶりの WTA シングルス2勝目を、挙げている。W イコール優勝、F イコール準優勝。 SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、 NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。